えー、今週の西田ビジョン、えー、今週はですね、えー、サンタフェさんからの質問にインスパイアされて、あの話したいと思います、えー、男性40代、大阪府の方です、ねえー、高橋雄一さんはですね、MMT について、経、え、済、ー、を数式モデルではなくて、雰囲気で語っているだけで、まともな経済理論ではないと批判していますが。 先生の反論をお願いしますということですが、まあ、あのそういうふうに言っているかどうかということはちょっと私、確認してないんですけれども、まあ、そう言ったとしてですね、えー、というか、もともと高橋雄一さんと私とはですね考え方が全然違うんですね、高橋さんはいわゆるリフレ派、このいわゆるこのデフレはですね、この貨幣現象であると。 まあそういうい立立場に立っておられる方なんですねつまり貨幣をたくさんですね、えー、すれば、えー、物とお金との関係でお金がよりもあの物よりも貨幣の方がたくさんあると貨幣の値打ちが下がるだということは逆に言うと物の値打ちが上がるということですから物の値打ちが上がるというのはインフレになるとですから日銀が日銀券って言いますからね貨幣は日銀がお金をどんどん出せばいいんだと。 で出すはどうしたらいいのかといえばですね、日銀がどん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 んですね、国債を買って資産を買ってですね、代金を銀行に渡すわけですね銀行にたくさん出したとでこれが通貨発行だとだからそうすればデフレから脱却できるんだとこういう話で実はアベノミクスは進められたんですよねでそうなりましたかと、ね、なってないんですよね それはそうなんですよつまり通貨発行の意味を全く、えー、この人たちはですね、えー、マネタリストたちは分かってなかったんですよつまり、えー、日銀券だから日銀が、えー、銀行にお金を出せばですね、えー、この通貨を発行したくなる。 でその通貨発行した方となるというのは日銀がものを国債を買い入れたら代金を払うわけですねで払った時に日銀東大金残高というのが各銀行に振り込まれていきますからね増えるとでそこで、えー、通貨発行されてるんだから、えー、インフレになって、えー、物の値打ちが、えー、上がって通貨の値打ちが下がっていくとこういう論法だったんですけれどもこれは何度も言ってますように全く事実はそうじゃないんですね。確かに 代金払,いますよ払うんだけれどもそのお金は銀行にとどまってるんですよで要するに一般社会に出るお金というのは何かというとですよ一般社会に出るお金というのは結局日銀がいくら銀行にお金を渡してもですね、えー、一般社会には出てない一般社会に出るのは銀行がお金を一般企業に融資をした時なんですね でそしてこの方々の誤りのもう 2, 2番目はですね銀行に金日銀の東西金なんだか,だんだかつまりお金を供給しているんだからそのお金をたくさん供給すればするほどですねそのお金でお金を貸し出すことができるじゃないかとこういう考え方になっているんですがこれも皆さん方ご存知のようにそういうことにならないんですね。というのは あの銀行は貸し出すお金は、えー、日銀から供給された東西金残高とは全く関係ないんですよ。そうじゃなくて、えー、借りるんですからね、えー、つまり民間企業が銀行に貸してくださいと融資を申し込まない限りお金は出ないんですよね。 でそして融資を申し込むというのはです、ね、当然、返済をすることが前提ですからお金を借りますが将来返せますという前提でそういう目論み、そういう見通しがあるからお金を借りに行くつまり先行きに対してです、ね、非常に自分たちの事業がしっかりできるというそういう見通しがないとお金を借りないわけですね。 ででしかし、えー、こういう、まあ、あのいわゆるこのデフレ状況が長く続くとです、ねえー、先行きに対してそもそも物の値段が上がらないむしろ下がっていく状態ですからね、えー、売り上げがどんどん増えるんじゃなくて売り上げが減るかもしれないと。 で売り上げが減るかもしれないときにお金をですね、えー、どんどん借りて投資しようというのはねなかなか一般的にはできないわけですよねですから、えー、このお金をどんどん、えー、供給して日銀が銀行に供給して、えー、その結果、ですね、えー、とにかく金利は下がるわけですでなぜならば金利というのはですね、えー、この市場で決まっていきますがその時の大きな手法のもとがですね、えー オーバーバナイトローンというですね一日今晩、えー、この銀行間同士の決済があると A 銀行から B 銀行にですね1000億円、えー、この振り込みしなきゃならないこの為替の為替というか銀行振り込みのこのね相殺していくと最後そういうことになるとでところが今手元に1000億円分ないとでそれじゃあちょっと誰か一晩だけ貸してくれませんかというのでその時に超短期のこの金利がつくわけですね ででそれがこの金利の、えー、市場の、えー、決定に出てくる、えー、このレートになってくるんですけれども今、これだけです、ね、お金を供給してますつまり日銀がたくさんたくさんです、ね、国債を買って民間銀行に、えー、手元の決済資金、ね、日銀東大金というのは結局決済資金なんですよ銀行間取引でのでそのお金を渡しますから借りる必要ないんです。 ね、予測が足りない。ですから、持ってるお金で入ってやりますから、金利が短期金利もつかない。そして長期金利も、えー、日銀が国債をですね、どん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 買い集めることによって、イールドカーブコントロールということで、長期金利も限りなくゼロに抑え込んでいる。ね、で、こういうふうに、えー、金融緩和、 日銀による資産会良というのはです、ね、金融緩和であり金利を下げる効果はあったんですよあったんですけれども先ほど言ったようにお金をどんどん出していくということはできなかったんですねでそれは何かといえばお金を貸すという実態その行為がですねどういうことなのかということをですね全くこのマネタリスト えー、高橋洋一さんたちマ、ね、ネンタリストは全く分かってなかったんですねですからあの経済を数式モデルではなくなんとか雰囲気で語ってると、まあ、言われたのかどうか知りませんけれどもね高橋さんがあのその言ってる本人が経済の実態分かってないわけですねでむしろ MMT というのはですねそういうことを分かった上で分かった上でね、えー、このお金を貸すということはどういうことか。 で通貨を発行するというのは実態は日銀が中央銀行がいくら銀行にですねから資産を買い入れて国債や株式を買い取って渡してもですね市場には一般の,、えー、このところには出ていないとお金が出るのはどういうことかといえばお金を貸す時だと逆に言えばお金を一般の企業は借りるときだとそしてその仕訳はどうなるかというこれむしろですね数式ではなくて会計額、まあ 式簿記なんですよでその複式簿記でいうとねつまり、えー、一般銀行、えー、一般企業お金を借りたときに何が起こるかというと、えー、銀行から、えー、お金が振り込まれるつまり、えー、借り方、えー、預金、えー、100万円で貸し方、ね、これを右側の方に負債として借入金100万円とで借り現金預金対借入金というね こういうい仕分けになるわけですねでこのことが分かってくればですね要するにこういう仕分けになるんですね,ねつまり、えー、必ずですねこれで現金が増えたわけですね預金が増えるんですけど増える時には片方必ず負債が増えるとでこれ借入れ金返済する時ってうのかもさ逆さまの仕分けになってこちらが借入れ金でこちらが預金ってなるわけですねつまり借入れ金が減っちゃうと預金も減っちゃうと。 でこういうい事実でこれはもうあの理屈を超えてですねこれ事実として経済行為を借り方貸し方というですね複式簿記で表していくとこういうことが分かるわけですね。この事実に基づいてえこの事実に基づいた、えー、この説明というのが MMT 現代貨幣理論が言ってる話でむしろですねあの非常に合理的、えー、エビデンスに基づいたことを言ってるわけですね。ででおそらくですねああのまあ あの高橋さんはじめですね、えー、この金融論やってる人はですね、えー、その当然さあの事実とそれから、えー、いろんなこの算式持ってきてですね、えー、難しい方程式解いてこうなるだろうっているんですけれどもその方程式三式というのはですねまあいろんな変数あるんですけれども、えー、もともとですねこの事実を知らないで、えー、単にですね先ほど言ったようにお金の量と ね、お金の量が増えれば安くなるはずだという考えのもとに数式書いてるだけの話なんですがお金の量というのは借り入れする側の今度気持ちですからね借り入れする側が借りたくないと思えばいくら金利が安くても出ないんですよ。 それは出ないんですよそれが今はっきり分かってるわけです、ね、ですすねから私に言わせるとむしろ、えー、このマネタリストの方々が言ってる理屈自体がですね全く経済の実態を無視した話だと,ということで、えー、高橋先生の話とは私は全くこれは受け入れられないということになるんですね。 でこれはもうどちらが正しいかというのはもうあの皆さん方だったらお分かりいただけると思いますねもうすでに答えは出てるんですよ、えー、ですからまあそういうことをですね我々あの要するに。 うん、いわゆる学者まあ高橋さんも財務省のもともと方ですけれどもね財務省の中にあってはいたんで今はお金をどんどん出すべきだと結果的には私と同じことを言っておられますけれどもしかしもともとって立つ理論というのがですねそういう会計学というのは実体事実に基づいたこの仕分け取引これに基づいてですねものを整理しているわけです。ところが、えー、いかんせん、えー、このマネタリスト また普通のシルバーの経済学者の方々は数式によってですねこういうことになるだろうとでしかしそれはなるという保証何もないんですね自分たちが作った条件のもとでやってるだけだけど前提としてお金の量というのは、ね、借り手の借りたいと借りるという行為がない限り出ないと。だから気分と この雰囲気で語っているだけでまともな経済理論ではないと言ってるけれども雰囲気というよりもまさに借り手側の意識というのはものすごくあの大事な要素になってでそれは賛式では書けないんですよねそれはそれは違うということであります。ということで、えー、この MMT 批判をされる方が、えー、高橋さんはじめいますけれどもむしろ自分たちが言ってきた理屈の方がですね全く理にかなってないということにぜひ 気がいいいいてたいただきたいと思います、えー、今週もご覧になっていただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と、えー、そして、えー、この拡散のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。